東海環状自動車道、東海環状自動車道と、迂回環状自動車道は、愛知県豊田市から岐阜県を経由し30県四日市市に至る、高規格幹線道路である、東海環状道、と略される。高速道路ナンバリングによる路線番号は C3 割り振られている。法的な路線名は、一般国道475号だが、国道表記はない。 1994年のニックネーム募集により、MIE、三重、愛知、愛知、岐阜、岐阜の頭文字を取った、マグロードという愛称がある、名古屋市の周辺30の 40km 圏を結ぶ、環状道路で、愛知県豊田市、瀬戸市、岐阜県時市、蟹市、美濃加茂市、関市、岐阜市、山形市、本須市、大垣市、三重県稲部市、 四日市市などの都市を連絡し、東名高速道路、新東名高速道路、中央自動車道、東海北陸自動車道、名神高速道路、新名神高速道路等と、広域的な交通網を形成する、延長 152.5km の自動車、専用道路である。法律上では、高速自動車国道ではなく、一般国道の自動車専用道路の扱いとしている。 この東海環状道は、名古屋環状2号線、名古屋第二環状自動車道、伊勢湾自動車道と共に、名古屋県環状道路を構成する二つの環状道路の一つとして位置づけられている。豊田東ジャンクションから中央道と接続するとき、ジャンクション、東海北陸道と接続する三ノ関ジャンクションを経由して、関広見インターチェンジに至る区間を東回り、 関広見インターチェンジから、名神と接続する養老、ジャンクションを経由して、新四日市ジャンクションに至る区間を回りと、通称する。なお、国土交通省中部地方整備局の報道資料では、豊田東ジャンクション、三関ジャンクション間、約 73km を東部区間、三関ジャンクション、新四日市ジャンクション、約 80km を西部区間と記している。 東回り区間は中日本高速道路、ネクスコ中日本、西回り区間は国土交通省の事業となっていたが、2011年6月8日にネクスコ中日本が西回り区間の事業許可を国土交通省から受け、一般国道事業と有料道路事業による事業方式で整備することが決定した。環状道路という性格上、上り下りの代わりに、 外回り内回りの故障が使われている。一部の標識では、愛知県岐阜県と山県を南北に縦断する東海北陸道との誤認を防ぐため、東海環状道や JCT などの標識には、東海環状と東海の部分が小さめに表示されている。愛、地球博、愛知万博の開幕に合わせる形で、2005年3月19日に、 トヨタ東ジャンクション、ミノセキジャンクション間の、東回り区間が開通した、時ジャンクション、ミノセキジャンクション間は、暫定2車線。同時に、伊勢湾岸道のトヨタ東ジャンクション、トヨタ東、インターチェンジ間が開通して接続している。本区間の開通以前は、東名中央道間は、小牧ジャンクション、中央道東海北陸道間は、市宮ジャンクションを経由するしかなかった。 本区間の開通により西三河、東能地区では新たなルートが形成され、透明名,名古屋 IC 付近や名神一宮ジャンクション付近で慢性的に発生している渋滞の回避が図られた。他方、西能地区では東海北陸道と名神が接続する一宮ジャンクションの回避は図れず、西回り区間の開通が期待される格好となっている。 2009年4月18日に、美の関ジャンクション関広見インターチェンジ館が開通。2012年9月15日に、大垣西 IC 養老ジャンクション館が西回り区間として初めて開通した。2016年8月11日に、東院 IC 新四日市ジャンクション館が三重県区間として初めて開通した。年月日には、 養老ジャンクション養老インターチェンジ館が開通した。関広見インターチェンジ大垣西足館養老インターチェンジ大安イ,インターチェンジ館が2019年3月現在事業中である。西回り区間の開通により東海環状道が完成し、名古屋環状2号線と合わせて名神一の宮ジャンクションを含む環状道路内側の渋滞解消や 明神の通行止め時の迂回機能が見込まれている。2019年3月現在の状況は次の通り、公共事業費の大幅削減を受け、国土交通省が2010年度に整備を凍結する、候補に挙げた217区間のうち、養老インターチェンジ北西インターチェンジ間が候補に挙げられるなど、全線開通時期については未定であったが、ネクスコ中日本が、 国土交通省から西回り区間の事業許可を受けたことにより、一般国道事業と有料道路事業による事業方式で一旦は2020年度末までの全線開通を目指す方針が発表された。しかし、2015年時点で再び全線開通時期が未定となり一部区間のみ開通予定が発表されている状況となった。その後、 2018年度予算の大臣折衝にて政府の財政等融資による資金1.5兆円を建設に使うことが財務省に認められ整備が早まるとして国土交通省は用地取得の難航している養老インターチェンジ北西インターチェンジ間を除く高富インターチェンジオノゴードインターチェンジ間と北西インターチェンジダイアンインターチェンジ間の 開通時期を2024年度とすることを発表した。昭和40年3月29日政令第58号及び昭和33年6月2日政令第164号に基づく一般国土475号の概要は以下の通り政令に記載されている市町村名であり、平成の大合併後の名称とは限らない。 一般国道475号は1993年4月1日の政令改正後2005年3月19日に豊田東ジャンクションミノセキジャンクション間が開通するまで一般国道で唯一開通区間が存在しない路線だった。豊田東ジャンクション、トキジャンクション間では上記の通り自動車専用道路のため 高速自動車国道とは異なり最低速度、大型、三輪、牽引の最高速度、その他の車種の最高速度の3つの標識を並べて表示している。トキジャンクション関広見インターチェンジ間、大垣西 IC 養老インターチェンジ間では、すべてのトンネルが暫定に車線の対面通行区間にあるため、外回り内回り合わせて1本となる。24時間交通量、 大道路交通センサス。深夜割引、通勤割引が、試行導入を経て2006年4月1日より、本格導入されている。緊急総合対策、生活対策による割引も、高速国道と同様に導入されている。東海環状道の、各インターチェンジと高速自動車国道の、東海環状道より、内側、 名古屋都心方向にあるインターチェンジを相互に利用する。時に150円割引される。外側1インターチェンジ、東海北陸道美のインターチェンジ、中央道時インターチェンジ及び名神関ヶ原インターチェンジも対象となる。伊勢岸道オーフ IC 伊勢の各インターチェンジは対象外。時間帯割引の重複適用は行われない。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。